福井鉄道、福武線、福武線は、福井県越前市の越前武雄駅から、福井県福井市の田原町駅まで、及び、福井城市大名町停留場から分岐して、福井駅停留場までを結ぶ福井鉄道の鉄道路線である。福井、越前両都市間を結ぶ路線で、近距離の都市間輸送、市街地平洋軌道を、短い駅間距離、 通勤時間帯の高頻度運転を特徴としており、いわゆるインターアーバンの性格を持つ。全区間で、西日本旅客鉄道、JR 西日本北陸本線とほぼ並行している。赤十字前駅付近にある鉄器分解点から、フェニックス通り上を通る田原町駅までの 2.8km と、途中の福井城市大名町停留場から分岐して、 福井駅停留場までの 0.7km は、軌道法による軌道で、道路上を走る平洋軌道区間となっている。福井城市大名町福井駅間の支線は、通称駅前線もしくは本線から、げのように分岐している線形から、げ線と呼ばれている。平洋軌道区間にも鉄道線の大型車両が、そのまま乗り入れている光景は、福井市の特徴ともなっている。 軌動区間の停留場は停床ホームであるため、鉄道線車両はドアが開くとともに、階段上のステを下げて乗降を行っている。また、雪害対策のため単線区間の分岐の多くに、スノーシェルターが設置されているのも特徴である。2005年から2006年度にかけて廃止となった名古屋鉄道、名鉄見の朝鮮等で使われていた。 路面電車タイプの提唱車両が搬入され、同時に2006年1月から3月にかけて、鉄道線全域でホームを路面電用に傘下げした。2006年4月1日からは、鉄道線を含む全線で、提唱車両が走るようになり、既存車両の取り替えが行われたが、いくつかの鉄道線車両は、ラッシュ対策のために残され、鉄道線車両は、 全ての駅でステップを下げて乗降するようになった。乗車整理券発行機が低小車両に導入され、花道駅以南の無人駅に設置されていた乗車駅証明書発行機は徐々に撤去された。地域公共交通活性化法に基づく鉄道事業再構築実施計画が認定された2009年以降に開業した新駅は、開業時から乗車駅証明書発行機が設置されていない。 福武電気鉄道が今岳郡新名村、現在の鯖石市十六町にあった旧陸軍不評第三十六連隊の兵員輸送を名目に開業した。戦時下における交通企業統制で1945年に福井鉄道となる。1950年に本町通り停留場、田原町駅間が開業。本町通り停留場、2002年に幸い橋。 掛け替え工事に伴い廃止側から、福井駅前停留場へ曲がっていた路線は、市役所前停留場、現在の福井城市大名町停留場で、田原町方面から分岐する形に付け替えられた。また国鉄北陸本線の竹尾駅より連絡線を、介して、北陸本線と南越線との貨車の受け渡しや、南越線の交主層が行われていた。1979年に、 貨物営業廃止するまでは、貨物営業駅を起点に、大和防石福井工場専用線をはじめ複数の専用線が乗り入れていた。全列車でワンマン運転が行われているが、鉄道線、越前竹雄方面と福井市内の併用軌道区間を乗り入れする列車は、赤十字前駅福井駅停留場、田原町駅間で、係員が乗車し市内の軌道停留場で乗り降る、 乗客への運賃収受や検察を行うことがある。日中は、ヘッジ前武雄駅田原町駅間で、1時間に、急行1本、普通2本が運転されている。このうち、普通列車は、途中の福井城市大名町停留場から、福井駅停留場まで往復した後、田原町駅に向かう。急行列車は、福井駅停留場を経由しない。 平行する JR 北陸本線の竹尾駅、福井駅間は日中特急列車が30分間隔で運転されているが、普通乗車券のみで利用できる普通列車は1時間に1本の運転となっており、本数面では優位に立っている。1998年11月30日のダイヤ改正で日中の列車が全て各駅に停車するようになり、休行60分、 普通30分間隔から普通20分間隔に改善された。2004年10月1日の改正で、急行列車が新たに水落駅と、準急停車駅の西竹尾駅、現在の北府駅、家久駅に停車するようになり、朝に一往復のみ、竹尾新駅、現在の越前竹尾駅、田原町駅間に運転されていた。田原町駅は休日運休、準急列車は、 急行列車に編入された。2006年4月1日の改正で、低床電車が導入され、朝7時台の竹尾柴田原町行き行の増発と、日中の竹尾柴田原町行きの福井駅前経由への変更が行われて、利便性が向上した。同時に、それまで21時台だった終電が22時台に繰り下げられた。 2007年12月16日の改正で、竹尾新発9時の14時20分、福井駅前発10時の15時20分の列車は、竹尾新駅福井駅前停留場間で運転され、市役所前停留場、現在の福井城市大名町停留場において、このせいで新設された800系電車により20.40分交互間隔で運転される、 福井駅前停留場田原町駅間のシャトル便と接続するようになった、すなわち、シャトル便区間では1時間に3本が2本に削減。2010年3月25日の改正で、急行がベル全駅にも停車、シャトル便を廃止して、越前武雄駅、この日に武雄新駅から海上田原町駅間の列車が、福井駅前停留場に立ち寄る運行形態に戻された。 また、平日に限り福井駅前23時発となる、田原町発、越前武雄駅の終電が増発された。2011年3月20日の改正で、越前武雄駅の始発が繰り上がり、福井駅前停留場に6時台に到着するようになった。4月1日から平日に、限り22時台に、越前武雄発田原町駅が増発された。 2016年3月27日の改正で、越前鉄道三国あわら線との相互、直通運転を、越前竹尾三国あわら線はしつか、針原間で開始、福井駅前停留場が、福井駅、西口広場に移転し、福井駅停留場に解消、公園口停留場が明日は、山公園口停留場に、木田四つ辻停留場が、商工会議所前停留場に解消された。 日中時間帯の運行本数が、普通3本から、急行2本、うち三国あわら線直通列車毎時1本、普通2本、土日、休日、12月29日から1月3日は急行、越前鉄道三国あわら線直通列車1本、普通2本に変更され、急行が明日は山公園口停留場、商工会議所前停留場にも停車。これにより、 京洋軌道区間は各止め場に停車、福井駅、新名館のみ、急行運転する、区間急行が新設された。また、新名行きの列車が廃止となった。2018年3月24日の改正で、市役所前停留場が、福井城市大名町停留場へ解消。昼間の急行のうち、福武線内完結の5往復が削減された。福武線は、 越前鉄道三国あわら線との相互乗り入れが、両社や福井市によって計画され、2013年度より工事が開始された。乗り入れの目的は、福井市を各都市、鯖江市、越前市、堺市、あわら市の2のネットワークの形成であり、利便性を高めるためである。相互乗り入れ開始までは、田原町駅は、越前鉄道三国あわら線と、 福武線の共用駅となっているが、線路がつながっていなかったため、直通運転は不可能だった。なお、越前鉄道との相互乗り入れ計画開始当初は、直通区間を福井市内で完結する形態となる、福武線の浅水駅はしつ日張原駅間で、福井鉄道車両のみの型乗り入れとする計画であったが、福井鉄道側の施設面やダイヤ面、および、 旅客の利便性を向上させる目的から当初計画を変更し、起点の越前竹雄駅からの直通及び越前鉄道側も車両を用意しての相互直通運転とした。一方で越前鉄道側は相互直通列車の折り返し駅は当初の計画通りは2か張原駅のまま、ただし厳密には一度西永田駅までの直通に計画変更をしたものの、 再度の計画変更で当初計画に戻ったとしたため、越前鉄道直通列車は、あわら湯の町、三国港方面には設定されていない。2016年3月27日から、越前鉄道三国あわら線との相互乗り入れが開始、同年2月26日にそのダイヤが発表された。福井鉄道からは、海線系、福良らが、越前鉄道に乗り入れる、 駅前線の延長によって所要時間が延びることから、その対策として、福井城市大明町停留場を2回も通ることなく、駅前線に乗り入れできるよう、大明町交差点の分岐部分から、幸い橋方面に短絡線をさらする、いわゆるデルタ線化も検討されている。従来は、輸送量の減少が継続し、低床電車の導入やホームの傘下げ等の、 施策によっても減少は続いたが、最近は鉄道事業再構築実施計画の着手、新駅開業等の施策により、輸送量は増加に転じている。福武線の近年の輸送実績を下表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で。 最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修より抜粋。収入総合計画は年々減少していたが、最近の輸送量増加に伴い収入も増加に転じている。福武線の近年の収入実績を過表に記す。表中。 収入の単位は千円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修より抜粋。福武線の近年の営業成績を可表に記す。表中、収入の単位は千円。 数値は、年度での値。標中、最高値を赤色で、最高値を記録した、年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した、年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修より抜粋。北府駅構内、以下の作品が、福武線でロケ班、または、ロケ撮影された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。